はい、こんにちは、七尾です。今日はね、ですね、紙地図とコンパスで、山に、来ています。これでね、久しぶりにちょっと勘取り戻すのに、コンパスと紙地図で、山をいろいろぐるぐるっと回ってます。はい。またね、紙地図とコンパスの使い方は、またこの後に上げていきますので、まあ、よろしければ見ていってください。あと、国土地理院のね、地図の見方も、紹介していきますので、ぜひとも、ヤマップばっかりに頼り切らずに、ヤマップの中のこの等高線とかね、ピーク、コルとか分かるようになっていってください。はい。それとですね、今日はまあぜひ一つ紹介したい、YouTube チャンネルがありまして、若い、かわいいお嬢さんなんですけども、まあ見てピンとくる人もあるでしょう、いるでしょうし、多分ね、もうすでにおすすめに出てきてる、チャンネルかとも思います。私のね、X、まあ、旧ツイッターですねの、相互フォローさんなんです。もうそれもね、かなりフォローを私がフォローして、ももさんって言うんですけどね、ももちゃんがフォローしていただいたのももうかなり前ですね、 4,5 年ぐらい前になるんですかね。で、ももさんはフォロワーさん、ツイッター X のフォロワーさんももう7000人超えてる、まあ、人気の、お嬢さんですので、まあ、YouTube を始めるということでね、まあ、多分多くのフォロワーさんが、殺到するであろうし、すごい人気になるだろうとは、まあ、思っていたんですが、それでね、昨日おとつい3日ほど前ですかね、3日4日ほど前に案の定 X 開いたら、ももちゃんが、YouTube 始めましたって言ってね、サムネと、見てくださいっていうのが X に流れていきまして、私が見に行った時にはもうすでに、また数時間ですね、をアップして公開されてまだ数時間だったんですが、さすがにね、フォロワーさん、 X のフォロワーさん7000人いるだけあってね、もうその時点で380人ぐらいの登録者おられまして、もうすぐ400人ですね。で、再生回数ももうその時で千数百ぐらいは行ってたんですかね。で、わずか短時間でそれですから、あ、もう見た瞬間に、で、まあまあ動画も一通り見させてもらいまして、まあ上手にね、顔出し声出し、まあまあ正直あの男性が好むようなビジュアルされていますので、まあすごい人気になるだろうなというのはもうすぐに思いました。はい。もうこれはカホさんの動画を初めて見たときですね、カホさんまだチャンネル登録者数が、5000人ぐらいだったときですね、私のチャンネル登録者数が120、30人ぐらいだったときです。もう5年ぐらい前ですかね。その時のカホさんの動画を見て、もう同じように思いましたね。あ、この人はすごくなるだろうなって。それと同じような印象ですね、今回のももさんの動画も。あ、この人はもうあっという間に、あと2、3本動画出されたらもうあっという間に私の6000人なんか瞬く間に抜いていかれるだろうなと、まあそういう動画でした。いい動画です。まだ1本目ですんで細かい点はね、まだまだあるでしょうが、簡潔にやっぱりね、可愛いお嬢さんが、自撮り声出し顔出しされてて、上手に、表情も捉えてまして、山登りシンプルな構成にされていてすごく見やすいんですね。まあ、あとはね、ご自分で見てくださいぜひとも。はい。それでですね、ももさんのチャンネル3日の時点で、すでに、再生回数1本しかまだ当然まだ上がってないんですが、ショートもこの間上がってましたね、今朝見た時に。1本目の動画がすでに17,000再生してるんですかね、もう多分今やったら2万再生いってるんですかね。でチャンネル登録者がね、昨日今朝の時点で1400人ぐらいもうすでにいていましたね。解説3日アップ動画が1本で、ね、もう3日も経たずに、再生回数1万でチャンネル登録者数が1000を超えたというのはね、もうこれはちょっとなかなか稀に見る、YouTube チャンネルになると思います。はい。でね、ぜひとも、ももさんのチャンネル行ってもらって、あ、この辺にこっちがこっちに、ももさんに、頼んでサムネイルの写真もらってきました。ももさんのチャンネルぜひ、行ってみて、コメント欄にもぜひ書いてあげてください。ぜひともその時には、七尾さんのチャンネルから飛んできたという一言書いて、
コメント上げていってください。はい、それではね、ももさんのチャンネルもよろしくお願いします。私のチャンネルもよろしくお願いします。はい、で合わせてこっち方面ですね、この三角のマークの方 でこれが向かうと、このね山地図と、等高線の間隔で行くと大体20メーターぐらい下がって、で20メーターほど上がるという感じです。はい、多分このヤブコギの先がのピークが南松尾山や思うんですけど、ピンクテープありますが、よっぽど人は来ないでしょうね。うわ、山頂表示のテープがあるんですが、一応山頂名の表示板はなさそうですね。ですけど多分これが、まあ、位置的にこれですね、まあ、GPS ではここがちょうど、このピークですね、松尾山の南側、南松尾山ピークの位置なんですが、まあ、なんせヤブなんでね、まあちょっと表示板見つかりそうにないので、まあここをピークとして戻ろうと思います。はい、